はい、どうも、うずです。今日の話はいつものちょっと商品紹介とは違って、語り系なのかな、おしゃべり系の動画になります。普段私の動画をよく見てくださっている方、あとは同世代の方に対してのお話になるんですけれども、40歳を迎えて無職になったおじさんの話です。で、先に言っておくと、その同世代の方にお勧めする話ではありません。むしろお勧めしにくい話。ただこのね、今いろいろとこう終身雇用がどうのとかいう話も出てる時代ですので、がっちりとその終身雇用のところから外れてしまった人間の話ということで、少しは意味のある動画になるのかな。ならないかな。行ってみよう。現在私は動画だけで生活してます、実際のところ。他にね、ちょっとちょこちょことね、いろいろとこう出かけてなんか行ったりとか、イベント行ったりとか、そういうのもありますけれども、基本的には動画だけで生活しております。そんな私なんですけれども、そもそも YouTube 動画を始めたきっかけ、これよく初めて会った方とかにも言われるんですけれども、すごく些細なことで、2013年頃ジェット大輔さんや瀬戸康史さんの動画を仕事で帰ってきて夜、iPhone なり iPad なりでちょっと見てたんですね。普通に楽しくて。そしたら、もともとおしゃべり好きだし、カメラも好きだし、自分でもちょっとやってみたら面白いんじゃないかと、ふと思って、パッとやったのが最初です。顔出しに対する抵抗も最初から私はなかったので。で、実際に動画を上げてみたら、最初はロジクールのキーボードの話ですね、が一番最初だったんですけれども、ほんとね、今見るとすごくお恥ずかしい感じの動画なんですが、楽しかったんですよ、普通に。それで自分なんか撮影して、簡易編集して YouTube にアップロードして、ちょろちょろって何人かに見られる程度の動画で、すごい楽しくて、で当時はもちろんがっちり仕事をしていたので、ほぼ毎日夜22時23時帰宅して、それから1時間ぐらいでご飯食べてお風呂入って、さあ撮ろうって言うんで、ここの部屋ね、自分の部屋来てペラ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 喋ってたような動画だったんですね。で、夜中2時か3時ぐらいまで起きてて、で、また朝起きて仕事行ってっていう、それを繰り返し5年間続けてたんですね。で、当時から職場の人や、あとは関わるメーカーの方なんかに、YouTube やってるのは知られていたので、うずさんよく毎日仕事終わってから動画やるよねって言われておりました。今思ってみると、よくやってたなって思います。ほぼ毎日でしたからね、当時から。逆に今だと、あのペースでちょっとやれないかなって気持ちもありますね。で、それを5年ほど続けていて、本職がなくなりました。仕事なくなっちゃったんですよ。はい。仕事を辞めることになりまして。で、本当にこの先どうやって生活していこう。娘たちもまだ小さいし、家もね、ローンがあるし。本当に、普通に考えたらね、結構お先真っ暗ですよ。その会社をね、辞めた時の YouTube 登録者数が2万7000人だったかな。とてもじゃないけど、YouTube じゃ食っていけないってね、そりゃそうなんですよ。お先真っ暗な状態で会社が、勤めがなくなりました。で、その後の話は別に面白い話じゃないんですけど、仕事がなくて、結果的には、ビビたる退職金いただいて、それでなんとかちょっとし、何ヶ月かね、しのいで。で、そう、なんとかしのいでる時に、ちょっとしたね、その営業職、お菓子関係の営業職だったんですけど、契約社員で半年間頑張ってみて。でもせっかくね、この立場ならって、この立場ならって思うとこが多分、普通の人から考えたらおかしいんじゃないかと思うとこなんですけど、せっかくならちょっと動画で頑張ってみようかと、はい、思いまして。勤めてた時と自分自身が変わったところがいくつかあって、一つは、YouTuber 事務所に所属したってとこですね。一度報告の方を動画でやらせてもらいましたけれども、大阪にある、大人系 YouTuber 事務所ファンメイク。ここに所属をいたしました。ただ、所属したからといって別に生活が潤うっていうメリットは、実際今のところは何もないので、これ言うとちょっとファンメイクの方であれかな。怒られちゃうかな。今のところですよ。今のところはその契約して半年なんですけど、ファンメイクからお金的な面で助かるところは今のところ全くございません。逆にマイナスです。はっきり言っとかないとね。ただそれでも所属している意味っていうのがありまして、やはり私自身が一人で活動しているので、会社ももうないですしね。何かあった時の保険がないんですよ、全く。で、問題が起きた時とか困った時とかに相談できる窓口っていうのをどこに相談したらいいんだってなっちゃうので、そういった保険の意味で YouTuber 事務所ファンメイクがあってくれるとすごく助かるんです。で、社長にしろ、ケニチさんにしろ、自分から直接相談もできますし、そういったところが助かるなっていうのと、あとは同じ世代の方、世代ちょっと違ってもそうなんですけど、同じようなタイプの YouTube クリエイターが集まる事務所になるので、そういう意味で友達っていうか仲間っていうか、
そういうのもすごく助かってるところがあります。実際都内によく最近ね飲みに誘っていただいて行くことがあるんですが、そういったつながりもファンメイクがあって初めてちょっとできたかなっていうところもなくてもねできることなんですけど、私の場合はファンメイクがあってその仲間でっていう意味でやっぱり飲み会とかやりやすいですし、相談できる人が増えたっていうのはありがたいです。で、事務所の方も私のこういった動画は基本的に自由にやってくださいっていうのは最初から変わらずやらせてもらってるので、事務所に入って何々が NG っていうのも基本ないので、それは大人系の YouTuber ですから、そのふざけた動画とかちょっと炎上系とかもちろん気をつけなきゃいけないところ、あとコンプライアンスですね、そういったところがしっかりありますので、そこは私としては逆に意識できる形でありがたいですね。で、何より助かってるのがやはり2018年年末から始めた Yahoo クリエイターズ、これも動画が中心のものになるんですが、ちょっとね Google とか、ね、Yahoo クリエイターズって検索するとサイトが出てくるんですけども、そこの動画月に6本出しております。まあ6本って暇でなくて本当はもうちょっとね出してもいいんですけど、まあこの動画に関してはこれもね自由にやらせてもらってるんですが、自分としては仕事という形でしっかりやってるつもりです。 Yahoo 用にしっかり動画を短い動画作って専用で投稿しているので、これはすごい仕事ですね。これがあるおかげでなんとかなってる感じで、 Yahoo クリエイターズの動画はこういったスマホアプリの Yahoo のアプリ、ニュースサイトに動画が出てきたりもするので、まあ、ガジェット好きの方は私の動画がたまたま Yahoo ニュースに出てきて、なんでうずさんここにいんのっていう感じになると思います。はい、Yahoo クリエイターズをやってるのも仕事を辞めてから加わった要素になりますね。あとはダイムですね。ダイムもすごい大きい、私にとっては大きい要素なんですけれども、自分が使いたいカメラとかレンズとか、そういったものをお願いするとメーカーさんの中間に立ってくれて借りてこちらに送ってくださって、それをレビューさせてくれるっていう。ただダイムに関しては自分の YouTube 動画の中でほとんど使うもの、専用記事とかではないので、まあ、そういった意味では本当に助かってます。自分だとね、どうしても個人だと買える商品なんて限界あるじゃないですか。生活もしなきゃいけないし、でその生活も別に裕福なわけじゃないですし、なんでギリギリのところでやってるので、本当に小学館ダイムさんはその助かってます。商品お借りして、でしかも別にメーカー忖度なしで好きに言いたいこと言っちゃってくださいって言ってくれてるので、別にこう借りた商品があったとしてその商品のいいとこだけ言って悪いとこ言わないってそういうこともないですし、電池の持ち悪いんだよ GR3 はみたいなこともね言っちゃっていいですし、これちょっと私のですけど、そういう自由なところがあるのですごく助かってます。まあ逆に言うとちょっと緩すぎるかなっていう感じなんですけど、まあですので私としては今 YouTube、Yahoo クリエイターズ、Dime っていう形でこの3つの動画を今のところは中心にやっております。でそれ以外に先日台北にね招待していただいたりとか、そういうピンポイントのお仕事というか案件というのはたびたび入るので、それがあって、まあ、要はごちゃ混ぜですよね。いろんなものにちょっと関わりながら、柱としては何本かあるんですけど、それ以外にもいろんなものと関わりながらやらせてもらってるのが現状でございます。だからね、私は2017年の7月ですね、夏に職を失った時に、まあ、妻がそのお友達とかから、なんであんた旦那捨てないの、私だったらそんな旦那いらないけどみたいな話があったらしいんですよね。そりゃそうですよ、家のローン、子供、家族ね、いて、仕事なくなりました、はい、動画で頑張りますなんて、そんな旦那ね、普通ありえないですよ。動画見てるね、お父様たちも思うじゃないですか。YouTube やりながら仕事やってるはセーフですよ、ありですよ。本職なくなって、YouTube、もしくはその他動画だけで生活していくなんてお父さん、ちょっと想像できないですよね。それで2年経過しちゃったわけなんですけど。まあ、それでもね、一緒にいてくれてますので、本当、妻からも自己中って言われますけど、自分のことしか考えてない人間ですから、最低でしょう。ただ、その、考える頭もあるし、手足もね、あって健康で、今だったらまだやれること、やりたいこと、そこに向かって進める波も今あるかなと思ってるので、もうやれるだけのことをしっかりやって、家族を守るっていう言い方ちょっともうできない感じもするんですけど、父親としての最低限の責任感は持って、仕事していきたいなと思っております。その仕事の軸が今動画になっただけですからね。はい、といったような形で、現状ここまでのですね、40歳で仕事を失ったお父さんが動画で生きているっていう話、まあおおよそですね、私の話ですかね、私個人の話なので、そんな感じですというお話でございました。で、話がちょっとさらに長くなってしまうんですけど、加えて今後さらにやっていくことが一つ決まりました。
これに関しては YouTube 事務所ファンメイクからのつながりっていう形でのくっつき方になったんですが、朝日新聞系のメディアサイトを運営している会社と今つながりまして、最近都内にね打ち合わせちょこちょこ行くんですけど、これがほとんどメインです。今都内に行ってる理由は、もしねお時間があったらちょっと覗いてもらいたいんですけど、ムーブー MOOVOO っていうサイトがありまして、現状私の動画や記事は載ってません、まだ。ただここに載せるための今企画を進行中でございまして、まあ、まず最初におそらく入ってくるのがキヤノンとかソニーへのカメラのインタビュー記事動画になると思うんです。まあ、その取り掛かりとして、その新機種じゃないんですけどね、私がちょっと使いたいっていうことで、このソニーの RX100M6 をお借りしました。まあ、これはちょっと使った上で YouTube でレビューしていいって許可はもらったので、YouTube レビューをこの後やります。ですので、これはソニーから直接お借りしてるカメラなんです。という形で YouTube にちょっと活かせたり、あとは YouTube と違ってこっちのムーブー専用動画っていう形でも用意するものがあるんですが、キヤノン、ソニー、まあその他のメーカーも入ってくると思うんですけど、カメラ以外も。あの企業に直接私が伺って、そこでメーカーの担当の方、開発の方と直接お話しするっていう動画を今後アップしていけるようなので、そういったちょっと濃い話、普段の私の素人話じゃなくて専門の方、企業の方からのお話を聞きたいなっていう場合は、このムーブっていうサイト、ブックマークって今言うのかな、登録しとくと面白い記事が上がってくるかもしれません。まだ載ってないからね、何とも言えないんだけど、はい、といったような取り組み、つながりを2019年後半始めますので、ここもしっかり、これもね仕事ですね、これは仕事です。仕事としてしっかりやっていきたいなと思っております。はい、現状とこの後やることっていう報告的な動画ですねは終わりになりますので、こんなところなんですが、40歳過ぎてサラリーマンではなくなってしまったおじさんのお話、これからもどんどん自分でいろいろ考えて、で動画普段見てくださってる方が面白く思っていただけるような、まあ、無理はせずにやっていきたいと思いますので、今後ともうずは次何してくれるんだろうみたいな思えるような、そんな形で励んでいきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。はい、ではまた別の動画でバイバイ。でもね、最近小学生とかなりたい職業に YouTuber っていうのが話題になったじゃないですか。そりゃね、 YouTube だけでねわっしょいって言ってる人たちもいますよ。ほんとごく少しね。でも現実的な話、やっぱり大変だよ。いろいろ考えて、いろいろ体を動かして、それでいてうまくいくかもわかんないし、先だって見えないし。なので、うずおじさんから言いたいのは、もしそういう若い方たちがいたら、できればちゃんと社会人経験を積んで、その上で YouTube をね、合わせてやるっていうのが一番いいかなと思います。まあ今あれじゃないですか、ほら、人気の YouTube 事務所、UUUM。UUUM もその若い子たちで人気になっちゃった子たちが、その社会人的な考え方を全く持ってない子が結構多くて、それをしっかり教育するプログラムに力入れてますって言ってるぐらいですので、まあやっぱりね、時代が変わってもその集団で活動する社会人経験は必要だと思いますので、学校とはまた違うからね、よくそういった経験をされた上で YouTube やっていただければなと思います。この動画役立つんかな。